はい、どうも。歯が長いと嫌われるよ。よろしく。はい、どうも、フリークマトです。やってきたぜ、艦隊攻略戦。さあ、この日のためにレベル10にしたペルネコ、そして SFFS、 はい、両機は F2、 そしてスパホ、LSM、LSM、SFFS、ファイターがいないねえ。さて、あちらさんはどうかなっていうことですね。アンダー1500、6人部屋です。もうね、この日のためにね、 SFFS 練習したからね。訓練 X2 に D1 さあ、うわ、高度上げよう。接近しつつある敵の機動部隊を全滅させよう。だが敵もこちらの艦隊を狙ってくる。攻撃だけでなく護衛にも気を配る。敵艦隊周辺は3000まで上がった。ここから攻撃した方がいいって言ってたよね。横方向へ行くか。敵イージス艦を撃破。敵機動部隊へのダメージ 30%。 横から。敵イージス艦を撃破。あちゃ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 。どこだ、船はどこだ。あ、ここか。あ、狭いなこれ。もっと高いとこから落とさないとダメか。そうだね。2000、3000、これぐらいでどう？船どっち進んでんだ？どっち進んでんだ？進行方向はわからんぞ。ああ、いまいち広範囲にバックことができないな。バセ取りが悪いか。低いな、高度が。もう空母だけなの？マジで？空母だけだね。落とすと4000入る。結構美味しいね。撃沈した。
でも6万か。でもあんまりね、うまく負けなかった感じがするな。あ、それでもトップだ。もうちょっと高い位置から広く巻きたいとこやな。741。